さんが言われるようなことがある。でさらに天孫降臨の伝説とか、あるいは、まあ、人間とかそういう知識が立ち上がるところもある。でさらに宮崎島の土管海洋だとかそういう植物的にも非常に面白い。で地熱発電所があったり温泉があったり、まあ、水の恵みがあったりして、でこういう多様性をですね、火山活動が楽しみ育んでるんだっていうのが、まあ、一緒のジオパークのテーマだと思います。で今回の噴火にあたってですね、今日のお話はですね、水位を、まあ、ちょっとお話を伝えるお話をしておきたいなと思います。でその中でですね、霧島ジオパークの、まあ、これまでの防災に関わる、まあ、関する取り組み、どんなことをやってきたのかということ、でそれを受けて今回の噴火に対して、ジオパークはどんな効果があったんだろう。でさらに、まあ、問題点ですね、で、どういうところが足りなかったのか。で最後に、まあ、ジオパークは防災に対して、まあ、これは霧島だけではなくて他のところも含めてどんなことができるんだろうかということをちょっと、私なりに考えてみました。で、新聞で平成噴火の推移ということで、まあ、これは、まあ、他のところでもたくさんやられているのでもうあんまり言いませんけれども、2008年の8月に、まあ、水蒸気爆発が始まってですね、2010年の頭ぐらいから、まあ、結構元気になってきて、26日、27日にクライマックスがあって、で火口の中を溶岩が埋めて、まあ、その後黒岩の噴火が続いているという状況になっています。で300年前の噴火、江戸時代の噴火というのはこの26日、27日の、まあ、メインイベントみたいな噴火が、まあ、5、6回続いたというのがあります。で、まあ、今は、まあ、1回のこの、メインイベントがどんどん収束に向かっているのが、次が来るのかどうかというのはまだ分かります。で、その中でちょっと強調しておきたいんですが、これは、今回の噴火の前です。去年の7月10日です。で実はもうこういう噴火が起こってたんですね。でこれは有名になった大波池のカメラですが、ウェブ上ではですね、1分ごとにしか更新されていませんが、実はリアルタイムでの情報があります。でその時のやつですが、2010年これまあラッキーですね、朝の5時30分ですから、で一部火口を越えてですね下っているような、でこれが去年7月の状態 で僕はもうこういうのを意識したいだと、これは新燃岳の麓のそばにいてはいけないというふうに強く思いまして、高校総体がこの後霧島で開催されたんですが、僕委員になってたんですけども、土壇場になってですねコースを変更を無理やりさせました。もう委員の人たちみんな怒りました。もう全部準備したのに何てことしてくれるんだって言いましたけど、僕はいや高校生全国から集めてコースは行かないって言って頑として引かなくてですねコースを変更させていただきました。でそれ以外にもですね、ジオパークのガイドの養成講座なんかでも、まあ、この映像を見てもらってですね、このそばには絶対行かないでくださいとずっと言い続けてました。でこの後9月の14日に昨年霧島ジオパークは、ありがとうございます、ジオパークの日本ジオパークになっていただきました、ありがとうございます。そういうことがありまして、いろんなイベントも催そうとしてたんですけれども、やっぱり新燃岳がこういう状況ですからそばに行かないようにって言っても絶対に行かせないということを続けておりました。で先生そうは言うんだけどねってずっと言われてたんですが、僕は絶対ダメって言い続けてるんですね。で1月の、まあ26日を迎えるわけです。で26日を迎えてですね、まあ先ほどおっしゃってたような方々、先生の言うことを聞いておいてよかったというような話になりまして、まあ、そこでまた後で話をしますけれども、顔の見える、まあ、信頼関係というのはすごくうまくいったなというふうに思っています。まあ、僕がその時点で大嘘ついてたら大変なことになってたと思うんですけれども、で、まあ、あんまり一般には知られてない話をします。26日なんですが、初代のいろんな報告ではですね、15時30分から大きな噴火に変わったっていうか、まあ、朝から続いてた噴火が変わったということなんですが、これは15時16分の様子です。それより15分ぐらい前なわけですけれども、僕は高潮牧場から見ていてですね、ここが後ろの本当の火口なんですけれども、そこから、南の方に流れ下ってですね、この辺から黙々と黒煙を上げている部分が、これはもう火砕流以外の何もよくない。で大きな噴火の直前にですね、かなり火砕流2キロぐらい流れ下っているというのがあります。で実際に大きな噴火になった26日の噴火というのはこの1時間後ぐらいです。16時、になってからぐらいかな、大きな噴火。でその時には、まあ、黙々と煙が上がってというような状況になります。でこの、噴火はですね2時間ぐらいで終わって、その後明け方にもう1回あって、でさらに、翌日の、まあ、同じぐらいの時間に、またもしもっとあるというこれは鹿児島空港20キロぐらい離れているんですけれども、まあ、そこからこう火山が見えるような状況でとんでもないなというふうに思っています。
で、その時にですね、東の方、高原町だとか小林市の方では、噴煙の下でですね、これはジオガイドをやってる方々が撮ってくださったんですけれども、先生すごいの撮ってる。で、空振がその伝わってる様子ですね。まあ、これが、まあ、九州から四国一円ですね。で、まあ、危機観測では千葉のあたりまでこう動いてるか分かりますね。空振の波がこうずっと伝わってる。で、こういうのをですね、ジオガイドをやってくださってる方々がこうちゃんと残してくださってですね、まあ、僕の指導がいいなというふうに思ってるわけですけれどもで、その撮ったっていうのをきちんとこう情報としてもらえることもありがたいなというふうに思ってます。で、まあ、その時出た軽石です。26日27日の軽石なんですが、いろいろ色があってとかっていうのも、もうよく知られているわけなんですが、これもですね、実は、27日に出たっていうのははっきりしてます。これは僕が今から見せるこう噴石図のスライドは、地元の方がその日に撮って全部時間をメモしてくださったものです。で、井村コーナーができててですね、で噴火が起こると撮って、その後ささっと入って次の噴火に備えてくださったんです。でそういうところから撮ったやつですので、出た日にちとか時間が非常にはっきりしている感じです。で、まあ、溶岩、が火口を埋めるわけですね。で、その後、火山弾がポンと飛ぶわけですけれども、2月1日ですね。で、3.2 キロ飛んだ火山弾ですけれども、これも、ジオパークのネットワークっていうか、まあ、霧島で、やってる。あ、写真とかどんどん撮っていただいていいですか。あ、すいません、最初に忘れてます。で、これ 5.5 キロありました。で、これをですね、今は子どもたちとかの勉強会の時に必ず持ってってですね、子どもたちに触ってもらいます。で、相当重いです。これぐらいですけど 5.5 キロだと、で、子どもたちは重いとかで実感するので、これが 3.2 キロも飛んだんだよっていうと、まあ、すごく、まあ、びっくりしてくるんですね。で、まあ、ちょっとへこんだった状態ですけれども、まあ、最近の噴火ではというか、これは2月の16日のこの施設ですけれども、これも、ボランティアガイドの方が開いてくださったものです。新森岳の北東の、まあ、8.5 キロぐらいのところですね。これぐらいのものがバラバラバラッと降ったり、で最初の大きなものがバラバラバラッと降ってきて、その後に細かい灰がさーっと降ってきたり、でこれは僕はいつも噴火の時にはそういうこと起こるからねって慌てて飛び出さないでねってずっと言ってたんですけども、ああ、まさにその通りでしたって言われて、またそこでもちょっと株を僕は上げたんですね。でそういうね、時々株を上げないとなかなか信頼関係というのは生まれません。株をどんどん下げるとですね、もうあの人の言うこと聞かんでおこうということになりますので注意しなきゃいけない。でこれは、まあ、最近起こって一番最新の噴火ですが、これは1分おきの情報ですね。で、4月の18日、この被害、一応噴火というカテゴリーのものはないんですけれども、もう一回繰り返しますとですね、火口の真ん中から出てるんじゃなくてですね、どうも脇のところからガスを吹き出しながら、まあ、火口の、多分まだ中の方が熱いんだと思うんですけども、そういうのをこうバーッと吹き上げてるような、なんかそんな感じですね。ちょっと気持ち悪いです。本当に蓋になってて、ガスがなかなか抜けにくいのかなっていうような感じがしてて、ここのとこ、まあ、4月の18日からですから、もう1ヶ月ぐらい噴火っていうのが起こってないっていうのはちょっと気持ち悪いです。で、まあ、これも専門の方々もよくご存知だと思うんですが、2009年の12月ぐらいからずっと地盤が隆起というか、まあ、広がってたわけですね。霧島を山を挟むようなところで4センチぐらいの海が観測されてたわけですけれども、それが噴火に伴って3センチ地になる。で当初は分からなかったんですが、その噴火からまあ3ヶ月ぐらい経つとですね、大体まあ元々のトレンドと同じような形で掘り始めているよと。でもうすでに1センチぐらい、3センチ縮んだけど1センチ戻っちゃったというような状況が今の、ところです。でこういう情報がですね、東北の地震のおかげでなかなか地元でも、報道されなくなっちゃった。これが一番やっぱり僕としては心配です。ここまでが今回の地震の話で、まあ、ジオパークに向けて、おっとはやばいですね。ジオパークに向けて何をしてきたかということなんですが、実は2009年の3月にですね、まあ、その前に、火山防災の会議がありまして、そこでシミュレーションなんかをやってハザードマップの原型みたいなやつが作られてたんですけれども、それを、まあ、寒気島会議というのがありまして、そこの防災部局で2009年の3月に、まあ、少し、いろんな情報を入れて、お手伝いさせていただいてですね、作りました。でそれが出来上がったんです。でそれの啓発活動として2009年の4月5月この時にはですね、ジオパークの勉強会も兼ねていろいろやっておりました。だけどですね、僕はジオパークを説明するんではなくて、必ず
活火山霧島っていうタイトルをつけています。要するに活火山を意識してもらおうっていう、ずっと意識して、続けてたわけですけれども、それが、今につながっています。でさらに霧島山学習市場っていうのが、去年ジオパークに向けていろいろプログラムがある中でですね、教育の中にも盛り込もうということで、2010年の3月に作って、その中にも防災っていうのを必ず、入れてます。で実際にそれを使って、ここで日本ジオパークに、14日認定された、これは去年認定された直後に、記事になったようですけれども、霧島連山の成り立ち、防災地の大切さなんかを、中学生とか高校生が学んでますよっていうのが、地元では記事になった。で効果なんですけれども、お互いの顔がやっぱり見える、信頼関係ができてたっていうのが、これがもうある意味絶対でした。でスムースな情報伝達一つ、これが顔見えてますから、できたということですね。で欲しい時に欲しい情報の提供、これは1月26日27日が一番すごい噴火でしたから、その前後にみんな情報が欲しかったんです。地元の行政の方々も地元の住民の方々も。でその時に僕の携帯電話鳴りっぱなしだったんですよね。夜中の2時とか電話かかって、先生苦しんで怖いって言って、だからもう逃げていいよとかっていうような話をもう具体的にすることができて、これすごく大きいです。ああやばい、で正しい防災省 ジオパークを通じてできてたわけですけれども、それがスムースな被害になって、災害に対する観光業界の理解、子どもたちの啓発で、ジオガイドの人たちがすごく活躍してくださったというのがあります。で観光業とですね、こういう火山防災って非常に難しいんですが、この時には霧島はジオパークに認定されているところなんだから、噴火するのは当たり前だかだって言ってくれるような旅館のおかみさんがいたりとかですね、非常に理解があったな。で子どもたちにもそのヘルメットの着用の、なんでするのかというような説明もすぐにこう入っていて、一方ですね、問題点もあって、ジオパーク認定からまだ半年も経ってなかったんですね。でようやくそのジオパークの担当部局と防災部局と観光部局がジオパークっていうもので垣根がだんだん低くなるかなと思った瞬間に噴火が起こっちゃったので、まだなかなか連携がない。でやっぱり自治体の温度差っていうのはやはりありましたし、国県との調整っていうのもなかなか難しい。で人手不足ですね、やはり情報収集と情報発信同時にしようと思った時には相当厳しいです。平時はそんなに問題ないんですけども、こういう有事の時にはですね、情報収集と情報発信、情報を同時にしないといけないので、それが大変だと。で何ができるかっていうことなんですが、もうはっきり言います、もう人づくりです。人づくりが一番大事だと思っています。でジオパークでなんとか人をつくる。でもう一つ重要なことは、僕はですね、もう行政の方々もたくさんいらっしゃって、今日の午前中の話でもいろいろあった防災に生かすという話ありましたけれども、具体的にやるためには地域防災計画にきっちり盛り込んでもらわないとダメだということを思います。それぐらいジオパークというのは地域の自治体の中の地域防災計画に盛り込まれるぐらい頑張らないと多分ダメなんだろうなというふうに思っております。